お久しぶりです。お久しぶりです。この動画はですね、はい、在宅ワークとか田舎暮らし、移住、アウトドア、まあそんな感じのスローライフをね、楽しみたい方、やってみたい方とかに向けておすすめできるようなチャンネルを作っていこうという動画でございます。はい。ライフスタイルの参考になればいいかなと思いますので、はい、ぜひね、最後まで見てください。お願いします。それでは、行ってみよう。行ってみよう。はい、こんにちは。こんにちは。斉藤です。斉藤です。約ですね、2ヶ月ぶりかな、動画を回しております。やっとー、はい。お待たせいたしました。お待たせいたしました。今回これをね、初めて見ていただいた方もいらっしゃるかと思いますので、はい、簡単にね、私たちの動画の説明をさせていただくと、まあ元々はキャンプ動画をメインに夫婦で YouTube を配信しております、はい、あとは車中泊で旅をしたりとか、まあ写真撮りながら旅をしたりとか、まあそういうアウトドア系ですねをメインに配信している夫婦チャンネルでございます。で、私の名前は太郎と申します。私の名前はハルピンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、結構ポンポンポンと動画毎度毎度ね上げてたんですけども、新型コロナウイルスの影響であったりとか、この家もねちょっと引っ越した先なんですが、引っ越しも重なっていたりとか、なかなか動画をね撮れずな状態が2ヶ月続いてしまって、うん、やっとね落ち着いてきたので、動画をねここからまた配信していこうかなと思います。で、私たちがまず引っ越してきて、うん、一発目の動画なんですけども、はい、この撮影してるこの部屋も、うん、その引っ越し先の家ですね。はい、場所はですね、神奈川県の山奥の方なんです。そう、はい、神奈川だけど山奥、そう、もうほぼ山梨というか、うん、本当にね山の中ですね、はい、に、引っ越してきました。本当に田舎で、まあ、ザ田舎暮らしっていう感じの場所なんですけども、はい、まあ、そういう今後はですね、うん、せっかく田舎に引っ越してきたということで、はい、まあ、こういった全然まだ外見えないですけど、まあ、そういう田舎暮らしの良さをね伝えていきたいなと思って、引っ越ししたからには、まあ、そういう動画を配信していこうかなと思っております。この家の中なんですが、この部屋もここは僕たちは第2リビングと呼んでますけども、硬いよねリビングがね2個あるから、はい、はい、まあ2個あるっつっても家がでかいわけじゃないんです。両方ともリビングのように使ってるっていうだけで、うん、そう、仕事もしてるのでそういう風な区分けがあった方が落ち着く場所、うん、完全なプライベートと、まあ、仕事場なんだけどちょっと広い部分はリビングって呼んでるんで、はい、こう区別するために第2とつけました。はい、でこの部屋はですね、ハルピンさんがいろいろコーディネートしたお部屋なんですが、はい、まあ、どんな感じのお部屋なんですか、これは。防波地区ビーチ、防波っぽいビーチ。防波って何です？防波ビーチ、ボヘミアンと双方の穂、うん、双方の穂あ、防法ね、はい、あ、造語っていうことですね。造語です、はい、まあ、防法っていう言葉があるんだよね。そうそう、まあ、ハッシュタグとかそういうのがある。 BOOHO で防法で調べると出てくるんですけど、はい、あのネイティブっていうかボヘミアンなニュアンスのものと、うん、双方チックっていうんですか、ちょっと都会的な感じのスタイリッシュなイメージと、うん、それをミックスさせているような空間のことを言うらしいんですが、はい、いまいちそのしっかり区分けされてるわけじゃないんで、自分的に防法っぽい空間を作るっていう色も統一させてやってみたかったんで、はい、うん、今回ベージュと木をメインにしてます、はいはい、そうですね。で、あの僕たちはですね、ちょっと過去の動画とかを見ていただくと詳しく載ってるんですけども、はい、夫婦で独立をして2人で在宅ワーカーとして働いております。主な仕事はインターネットの通販、楽天とかヤフーショッピングとかそういうところにも出店しているような、お店を運営しておりまして、はい、主にインテリア雑貨、あと家具、そういったものを扱ってるんですけども、この部屋もね結構自分たちの扱ってる商品を使ってコーディネートもしているので、うん、まあ、そういった紹介の動画とか、うん、まあ、自分たちがせっかくコーディネートしたので、うん、商品とかもね、うん、使ってるので、そういうね紹介もしていきたいなっていう感じですよね、はい、そうです。自分たちで使ってライフスタイルを見せていくことで商品を紹介していけたらいいなっていうのが最初の目標にあったので、うん、こちらに引っ越してきましたので、やっとやっと実現できるかなといった感じです、はいはい、前の家はね本当にね狭くて、そう、細くて
もうリビングがないんだもんね。ない、正方形のちっちゃいのが縦に長いっていう感じで、うん、そうそう、まともにこう配置できない、うん、仕事をするには良かったかもしれないけど、うん、なんか本当に引きこもってね仕事するような作りの部屋ですよね。そうそうそう、ちょっとそれとは打って変わって、うん、ここはね古民家ではないかもしれないけど、うん、まあ本当に古い家、古民家チックな家で、うん、平屋なんですね。はい、古い家なので憧れの平屋ですね。そう、平屋で、はい、まあただ中はこうもうリノベーションがされている物件を選びました。こういう風にちょっと壁紙がね、うん、今っぽい色になってたりとかするんですよ。まあちょっと見えないですけど天井とか、はい、フローリングとかも、アメリカンな感じの作りになってまして、うん、外観もちょっと海外っぽい感じに改造されてるのかな、うん、少しね、はい、うん、まあそんななんかアメリカンハウスみたいな感じではないですが、うん、リフォームがされててなかなか自分たちの要望に合った引っ越しができたかなと思ってますが、はい、はい、まあそんなこんなんで今後ねここの田舎の中で生活していく様子とか、まあいろいろ DIY やったりあと畑やったりしようかなとか思ってますので、あとはまあもちろんさっきもお伝えしてたインテリアですよね、うん、とか私たちの生活のスタイルを発信していきたいなと思っております。今回はとりあえず部屋の中からそれをねお伝えしたくて撮影をしております。はい、はい、ハルビンさん何かありますか。田舎っていうのもなんか、まあ、あれなんですけど、はい、まあその日本っぽいものを大切にしながら、うん、まあちょっとこう西海岸風インテリアとかやってるんで、うん、中はこんな感じですけど、そのルーティーン的なもの、自分がやってみたかったそういった農業っていうか畑とか、はい、皆さん寝るのが早いとかよくテレビで見るじゃないですか、うん、朝が早くて夜はもう真っ暗になっちゃうとか、うん、なんかそういったことも、まあ、リアルに引っ越してきてみて、あ、全然今までいた暮らしと違うなっていうことがもうすでに結構あるんですよ、うん、はい、なんでそれをこう、まあ、そのままこういうところに来たらこんな感じで生活スタイルがありますっていうか生活をしてますよっていうのを伝えていけたらいいなと思います、うん、はい、はい、興味ある方も多分いらっしゃると思うので、うん、もちろん、車中泊とか、うん、キャンプとか、うん、もう引き続きやっていきます、はい、やれます、はい、だいぶね間が空いちゃってテント無事かなって思うなんか全然使ってない、見なさすぎて、そう、風も通さなさすぎて、まあテーマはですね田舎暮らしのスローライフっていうところをちょっとお見せしていきたいなと思っておりますので、はい、こういうねコロナ問題とかで結構さ在宅ワークとか、うん、テレワークとか、うん、まあ、テレワークなんて言葉聞いたことなかったけど、うん、まあ、そういう在宅で仕事するっていうね、うん、生活様式が新しくなっていくんだと思うんですよ。もともとのね在宅ワーカーとしてはぜひそういう在宅ワークをね応援したいと思ってますので、うん、まあ、自由なね時間を持てる暮らしというか、うん、ゆっくりな時間が流れてる中で仕事をするとか田舎に引っ越すとか海外に引っ越すとかライフスタイルを重視した生活が、できたらいいなっていうのが自分たちのね、うん、目標なのでそういったものをお伝えしていきたいなと思っております。なので次のね動画からはちょっと庭をちょっと手入れしようかなと思ってますので、はい、雑草が入ってきちゃってるんで。そうなんですよね、この間引っこ抜いてたのにね、うん、もうすぐ入ってくるね、うん、あの荒れてるので、はい、そこをちょっと直していこうかなと思ってます。初ですね、うん、庭付きのお家に住んだことはないので。あ、ないね、ない、うん、まあそもそも平屋も初めてだしね。初めて、うん、悪戦苦闘しながら。そうですね、はい、なんかリアルにまあ多分大変なところと憧れなところはそのまま、うんうん、楽しいとこといっぱいあると思うので、はい、そのまんま楽しくいつも通りお伝えしていけたらいいなと思います。はい、それではね今後はねできるだけ多くのね動画をアップしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。お願いいたします。動画の内容がですね面白かったなと思ってくれた方はグッドボタンもね押していただけると嬉しいです。はい、はい、ということで、今後の新しい斉藤夫婦の暮らしをねぜひお楽しみいただけるように頑張って動画配信していきますので、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。いたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。スローライフスロースロー